はい、皆さんこんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、弁護士活動をしていた行政書士が逮捕ということで、このニュースを取り上げたいと思うんですけれども、知人の弁護士の名前と職員を許可なく記載したということで、有印私文書偽造の罪でですね、古澤正弘弁護士ですね、逮捕されました。でこのですね、弁護士非常にですね、問題ある方でして、2021年の5月にですね、実は退会命令を弁護士会から受けています。で、そのわずか半年後、2021年の11月にですね、行政書士登録してるんですね。で行政書士というのは、あの弁護士、司法試験合格されている方であれば、試験を受けずにですね、登録することができるので、登録したんであろうということもわかるんですけれども、2021年の5月に退会命令を受けている弁護士がですね、2021年の11月半年後に行政書士登録するという、これですね、行政書士会もう、どうなってんだろうと思いますよね。だって、あの登録審査で、信用または品位を害する恐れがある、そういった場合は登録を弾かなければいけないという規定があるにもかかわらず、これを人をですね、通した理由というのをですね、むしろ知りたいなというふうに思います。あの退会命令というのは、あの出ていればですね、処分というのは公表されてますから、こういったところをどう考えてですね、登録したのか、あの非常にですね、疑問に感じるところです。で、この古澤正弘さんですね、1年後のですね、2022年5月ですね、今月ですね、昨年受けた退会命令っていうのは、実はですね、処分軽減されてですね、業務停止2年に、変更になってたんですね、後に。で、その軽減された理由っていうのが、もともとこの退会命令になった原因というのが、今回のと同じようにですね、証拠ないしは何かしらのですね、文書をですね、作り出した、作出したんですよね、不適切に。でそれがですね、2件やったということと、あとそれに関しては和解が成立しているということを理由に、業務停止まで、軽減されてるんですけれども、退会命令から。でも結局はですね、今回ですね、この事件で逮捕されてるわけですから、このような人物の処分をですね、結局軽減してしまった、弁護士会とかにもですね、非常に審査基準にですね、問題があるんじゃないのかなというふうにですね、思っております。いずれにしましてもですね、司法試験、合格者であれば、行政書士とかですね、弁理士とか税理士とかいろいろ登録できると思いますけれども、他のですね、会はですね、ぜひこの方にはですね、本当に気をつけていただきたい、慎重にですね、登録審査していただきたいと思います。こうやってですね、何度もですね、偽造文書を作り出しては処分を受けて繰り返すようなですね、人物というのは、人のこう信頼とかを、受けて、それをもとにですね、仕事をしていくのにですね、非常に著しくですね、なんていうんですか、適正ではない、そういった人物だと思いますので、本当にですね、登録審査というのは厳しくやっていただきたいというふうに思います。はい、そんな感じですね、知人の弁護士の名前と職員を許可なく記載ということで逮捕されたですね、古澤正弘さんですね、今は一応ですね、業務停止中ということにはなりますから、元で弁護士ということではないんでしょうけれども、これを受けてですね、元弁護士に間違いなくなると思いますけれども、ちょっとそのあたりややこしいで時系列並んでいます。はい、いずれにしましても、この世界にはですね、もういられないというふうには思いますね。しっかりと反省していただきたいというふうに思います。ということで、皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。